それでではここで応援スピーチをいただきます佐藤様のお話の中でも登場されましたが東日本大震災で特に被害の大きかった沿岸部の13市町村が連携して復興にあたる岩手県沿岸市町村復興規制同盟会の会長でいらっしゃいます釜石市長の野田武典様に岩手県沿岸部の産業復興を推し進めるお立場からの応援スピーチでございますよろししくお願いいたします。 ただいまご紹介をいただきました釜石市長の野田と申しますそしてまた岩手県の三十県が被災地域13市町村で結成をしております規制止め会の会長もさせていただいているところでございます先ほどあの釜石光フーズの佐藤社長さんの方からいろいろとお話がございまして大変分かりやすいあのいい説明だったので のではないかなと思って、大変のま感謝をしながらお聞きをさせていただいているところでございます。あの全て社長さんの話の中にまあ含まれておりますので、あえて私が申し上げるまでもございませんが、ま震災からま3年が経過いたしまして、この間、本当にあの多くの方々のご支援とご協力をいただいて。 まあ復旧、復興ということで、一歩一歩前に進ませていただいているところでございまして、まずもって改めて感謝と御礼を申し上げさせていただきます。まあ、今、進めておりますのは、復旧ということで、被災された方々の住まいの再建、あるいはまあ暮らしの再建が最重要課題でございますので、一生懸命取り組んではいるんですが、今、先ほどお話ありました通り、 えー、復興公営住宅、なんとかあの若干の数ではございますが、あまあ、建設が進められているという状況になりましたが、しかしながら、あーいわゆるその高台移転と申しましょうか、いわゆる宅地造成が一向にまあ進まないという状況にございまして、いわばあのこの3年経過いたしましたけれども、まだまだその復旧の負の陣にも至っていないと。 いう状況にあるということをまずはご理解をいただければありがたいと思います一方ではですね先ほどお話ありました通りなかなか復興が進まないという状況の中で住民の皆さんの人口流出がどん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 しにしに数が増えているという状況もございましてもともとこの岩手県の三陸地域というのは人口減少子高齢化 非常にあの厳しい環境の中にございましたので、まあ、今回の震災で、これからのいわゆる持続可能な地域として、この地域がやっていけるのかどうかという、まさにあの存亡の危機にまあ,あるわけでございます。まあ、そういう中によって、いわゆる復興ということをですね、成し遂げるためには、被災された方の住まいの再建も大事でございますが、まさにあの地域経済の活性化というところが、 最大のもう要の要部分でございます地域経済の活性化ということは、地域の企業の皆さんがやっぱり元気を出していただかなければ、三陸はもう全滅すると、まあ、そういう状況にあるんだということをですね、やはり我々は認識を持っていかなければならないと思っております。今日あのしっかりフーズの社長さんは、そのまさに津波の最前線でお暮らしになっていた方でございますが、まあ、その中にあって、 地域のまさに小さな漁村なんですが、その小さな漁村の皆さんと一緒になって、何とかしてこの経済の立て直しをしていきたいということで、まあ、そういう、まさにこうモデル的な事業として、今日に至っているわけでございます。まあ、先ほどのお話のとおり、JST の皆さん、それから復興促進センターの皆さんから大変なご協力をいただいて、今日に至っておりますが。 あのしっかり富士山のみならず、実は釜石では7件採択されておりまして、それぞれあの元気に頑張っておられます。ぜひあの、こうした企業をです、ね、育てていただいて、地域経済の活性化につなげていくことが、本当の意味での復興の要の部分ではないかなと思っております。これはあの釜石のみならず、三陸沿岸でもです、ね、かなりの数の事業が、まあ、採択をされているところでございますので、何とかしてあの、この企業の皆さんが、 元気を出していただいて、そしてまだ再建をしていない企業の皆さんにもそのモデルとなって事業の牽引をですねしていただければありがたいなと思っているところでございます。えー、復興促進プログラム事業がですね、えー、お話を聞きますと三年でまあ終了するというふうなことでございますが、まあ被災地のこの復興のためにはですねどうしてもこの企業の皆さんの元気が必要でございますし、この元気をそしてまた地域にこう光を もたらしていただけるような事業でございますので何とかしてこの事業を継続していただいてまたさらに拡充をしていただかなければこの被災地の本当の意味での復興に結びつかないと思っているところでございますあのぜひあの皆さんのですねご支援とご協力をいただいて我々被災地の復興に一生懸命取り組んでいきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い申し上げまして応援のご挨拶に返させていただきます本日は誠にありがとうございました 佐藤様野田様ありがとうございました大きな拍手でお送りくださいませ